UEFA ユーロ2016、今日はそのグループステージ初戦です。4年に一度の今大会も欧州一を目指す各国、それぞれどんなストーリーを紡いでいくのでしょうか。サッカーを生業にする者、この舞台を夢見て精進する者たち、一体何人いるんでしょうか。チェコ国歌お聴きいただきます。スペインからご紹介します。ゴールキーパーデヘア、ジェラール・ピケ、セルヒオ・ラモス、ファンフラ、ジョルディ・アルバ、セスク、イニエスタ、シルバー、ビトーロ、そして前線にモラタ、アルカセル、どういった幕開けになるのか。心、技、体、心技体、試される旅が始まります。キックオフ、スペイン対チェコ、まずは1点が欲しいところです。シルバー、ビドール、ファンフラ、抜けてくる、カウンターを仕掛けます。シルバー、ビトーロ、セスク、シルバー、ファンフラ、右サイド上がっていきます。スローインをカットします。セルヒオ・ラモス、ジョルディ・アルバ、メツィド、今のところはまだ両チームとも慎重な立ち上がりを見せています。ビトーロ、イニエスタへ、ファンフラ、シルバ、このボール落ち着きません。ブラジルからネツィド、スペースへ出す、どうだこのシュート、ビーズボール、わずかに右へそれました。試合も中盤に差し掛かっていますが、未だ両チームにゴールはありません。ビトーロ、前半16分です。セルヒオ・ラモス、セスク、シルバー、ファンフラ、シルバー、裏へのスルーパス、このボールをカットします。押し付き、セスク、イニエスタ、ジョルディ・アルバ、ロシスキー、ブラジル、ロシスキー、ファンフラ、セスク、
ウルディアルバ、ビトーロ、ルーズになります。ロシスキー、裏に味方を走らせる。行きましたよ、低いボール。スペインとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。あ、これは要注意ですね。絶好の位置、うん、出てましたかね。前半31分が過ぎたところ、ジェラール・ピケ。スペインとしてはなかなかいい形が作れませんよね。流れを止めます。シルバー、モラタ、ファンフラン、裏のスペースを狙う。自分で行く、跳ね返ったボール。いや、決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。ここですね、これ収まればというところですからね。ジェラール・ピケ、ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。シルバー、これはカット。イニエスタ、シルバ、ビトーロ、イニエスタへ、ジョルディアルバ、セスク、ファンフラン、シルバ、あと2分少々で手元の時計は45分。イニエスタ、セスク、モラタ。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半0対0、両チームチャンスはあったんですが、結局ノースコアで終えたという前半でした。ここからですよね、はい、前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、うん、それに対してどう対応し、はい、決定機を作っていくかでしょうね。なるほど。前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。キックオフです。両チームとも非常に集中できていた前半でしたが、少し時間を置いた後、はい、立ち上がりどう出てくるのか非常に楽しみですよね。そうですね。セスク、どう組み立てる。ビトーロ、ジョルディアルバ、セルギオラモス、アルカセル、モラタ、長いボールを振ります。ビトーロ、セルギオラモス、イニエスタ、ビトーロ、もう一つ前に行きたい。ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。ジョルディアルバ、縦を使います。抜けてくる、打つか、シルバー、決まった。先制スペイン、ようやく均衡を破りますスペイン。ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか。いやー、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手のバックスも一歩対応遅れてましたよね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールでしたね。
スペイン先制ゴールを決めました。1対0もう1点取ることによって試合の進め方、はい、こうメンタリティの部分大きく違いますからね。なるほど。チェコはここまで全体で見てもまだシュート数が少ないですね。そうですね、スコアも1点差ですからね、もっと積極的に打っていってもいいんじゃないでしょうかね。後半始まってからまだ間もないので主導権を握る意味でもシュートで割ることを大事にしたいですよね。味方を走らせる、切り込むか、チャンス来た、イニエスタ。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。チェコとしては今大事な時間帯ですよね。もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどもね。それからシュートで終わるイメージを持ちたいところですよね。奪い返します、イニエスタ、セスク、シルバ、モラタ、スルーパスを出した、シュート、いや頼もしいですよね。これ止めちゃうわけですからね、まさに守護神ですよね。セルギオラモス、シルバ、セルギオラモス、パンタ、右サイド上がる、シルバ、裏へのスルーパス、これはなかなかこじ開けられない、イニエスタ、セルギオラモス、ジョルディアルバ、ビトーロ、シルバ、メツィド、ここも堅い守りでボールを奪います。ジェラール・ピケ、シルバ、アルカセル、セスク、パウフラ、モラタへのボール、ここはカットします。ここもしっかりディフェンスしました。裏に味方を走らせる、リンベルスキー、ロシスキー、味方を走らせる、イニエスタ、ジェラール・ピケ、セルギオ・ラモス、イニエスタ、セスク、シルバー、ジェラール・ピケ、チェコはもう時間がない、この僅差まずは追いついておきたいところです。そうですね、もうパワープレーで仕掛けて腰開けていくやり方がいいですよね。まあそうやってるうちに起こるミスもありますからね、そこを詰めたいですよね。チェコはここでベンチが動きます。セスク、ファンフラ、もう一度タッチを割っています。セスボールはモラタへ、ボール入りましたよ、勝負ですね。さあコーナーキック、スペイン、ナバタ、堅いディフェンス、キーパーから前線へ、大きく縦へ、ラファタ、これはなかなかこじ開けられない、戻りましょう、ボールいいでしょう、セルギオ・ラモス、スペインもう無理にはいきません。セスク、シルバ、シルバ、イニエスタ、ビトーロ、まあ、できるならこのまま終わりたいですよね。ビトーロ、セルギオ・ラモス、笛です。1対0、チェコグループリーグ初戦を落としました。これは痛い開幕戦です。北澤さん、
今日のゲームどうでしたか。チェコとしては残念ながら結果を出せませんでしたね。しかもグループリーグということで次負けると非常に突破が厳しくなりますから、しっかりと修正して試合に挑んでいってほしいですよね。そうですね、ありがとうございます。大事な大事な初戦、勝ち点3で2試合目に臨むのと勝ち点0で臨むのと、これは雲泥の差です。さあ、そろそろお別れの時間です。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。チェコが勝ち点を奪えずに初戦を終えています。